西漢方薬店の西です。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。生薬のことが分かったらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。西漢方薬店ではオンラインでの漢方相談を行っております。漢方相談は無料で、説明に納得していただいて漢方薬を購入する形をとっております。1分でわかる生薬解説、本日は伏療になります。猿の腰掛け科の松ほどの金閣を用います。金閣とはキノコの一種で、赤松や黒松の根に寄生します。伏療の名は松の神霊の木が伏してできたものという伏霊に由来します。伏療は無味無臭で、噛むと歯に粘りつき、硬く断面が純白で、キメが細かいものが良品とされています。穂にして険しくならず、理にして激しくならずと言われ、性質は穏やかで聖者両面に作用すると言われています。漢方の働きとしては、水腫や痰飲に用いる利水作用、食欲不振、消化不良、下痢に用いる健胃作用、動悸や不眠、情緒障害に用いる安神作用などがあります。代表的な処方に、腎炎などの全身の浮腫に用いる五苓散、痰飲によるめまいや動悸に用いる涼啓実感湯、胃腸虚弱の治療に用いる四君子湯などがあります。ぜひ覚えてみてください。それではまた。